はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあもうフランソン様々、もうバザーが値上がりが半端ないよね。うん、やっぱりこうでないといけないよね。さあそんなね、新トカビトが来たおかげでね、どんな素材が上がったのという興味がある方、はい、この動画見てってちょう。まあ、ただ一つね、注意点がございまして、まあ、今日はね、強さ1なんですよ。うん、強さにならないと、構成だとか、まあ、職業ね、が定着しないので、あとね、装備とかがね、うん。なので、また強さ2になってからは、素材のね、値上がりがね、また変わるかもしれない。なので、まあ、今日はね、とりあえずこれが上がってるよっていうものをね、ご紹介していきます。まずは、キラキラマラソンで美味しいもの。このデモニウム鉱石ね、まさかのデモニウム鉱石来ましたよ。はい、ドン、1万3000。これさっき1万4000ぐらいで売ってたんだけどね。デモニウム鉱石、キラキラマラソン乗り込め？うん、バージョン5の人は。そしてフォレース鉱石もさらに上がっている1万5800。まあ、鎧なんだろうね。これ、前大使の鎧なんだろうね。うん。まあ、この素材が高くなっております。さらに、はい、ドン。ドアチャカオイルね。これもキラキラマラソンだよね。まあ、呪文耐性。まあ、いわゆる呪文攻撃はめちゃくちゃ強力。うん。なので、こぞって呪文耐性をね、つけるね。まあ、つけてる方が多いんですよ。ランプレンキンとかね。の人がね。なので、ドアチャカオイルもめちゃくちゃ値上がりしてる。これ、キラキラマラソンでやった方がいい。そして、耐性ついでに言うと、麻痺耐性が必要になってきます。なので、柔らかウール。これもね、倍以上になってる。倍か。倍ぐらいになってるね、柔らかウール。この間ね、僕動画出した時はね、3500か4000ゴロ、4000ゴロぐらいだったかな。まあ、そんな値段だったんですよ。それがなんと、はい、今回の麻痺耐性必要になったので、柔らかウールも爆上がり。まあ、どれから盗むかはね、ちょっとこの間の動画で出してるんでね、よければ見てください。そして、料理関係で値上がったものがこちら、この霜降りミートね、めちゃくちゃ上がってない。めちゃくちゃないか。2000ゴールドぐらい上がってるよね。6000ぐらいだったよね、この間までね。なので、霜降りミート金作、これもまたなかなかうまくなってきてますよ。そして、通常ドロップで結構うまいのがこれ。はい、ドン。蛇の抜け殻、2000ゴールド。高いよね、蛇の抜け殻。まあ、さらにはこちら、この大きな鱗。はい、ドン。これがなんと3000近くする、大きな鱗。これ何なんだろうね、大きな鱗。まあ、虹色の布切れもね、これ1800ゴールドになっております、虹色のね。これもうまい、2ドロで。さらに、はい、虹色オーブもちょっと上がってきたね、ほんのちょっぴりだけどね。そう、続いてレアドロ。これはちょっと前までね、高くて、一瞬下がったかなと思ったんだけど、さらに最近ね、じゃあ今日か、今日でまた上がってる、ほら、ドン。1万5000ゴールド、ドラゴンの皮。みんな、ドラゴンガイアに乗り込め。さらにこちら、この神秘の銅線。まあ、これは出品数が少ないからなのかな。1万5千っていう値段になってる。神秘の銅線。これも高い。そして一番ね、これ上がってるなと思ったのが、これ。激震の牙。2万3000ゴールド。まあ、さらにこちらね、この大地の羽毛。これがね、6000ぐらい。あれ？さっき6500ぐらい。7000か。6500か7000ぐらいでね、あったんだけど、ちょっと、ちょっとした隙に下がってるね。うん。大地の羽毛。これもね、なかなか高くなってますね。そしてこの純白の結晶ね。これさっきまで8000ゴールドだったのに、まあ今はちょっと下がってきたね。7700。うん。まあ先ほども言ったんですけど、こう今言ったレアドロっていうのが、まあ装備なかなんかに使うんですよね。なので、明日の強さ2の構成によっては、かなりね、値段変わってきます。うん。それだけね、ちょっと気をつけてください。素材は。で、続いて装備ね。これも装備ね、値上がったんだけど、ただ明日の構成に一貫性によってはかなり下がります。まず何が値上がったとかというと、この前大使系ね。うん、まあ、ほぼね、新しい装備が上がってたんだけど、特に鎧色。うん。で、麻痺ね。麻痺。麻痺ガード。これで、ね、埋め尽くしでも290万する。高い。そしてちょっとね、混乱と麻痺をつければ、420万、約400万か。成功でね。うん。イグナイトメールも上がってんだよね。270万、麻痺。ね、これうまいね。麻痺と混乱つけるだけで、つけるだけで320万。でもやっぱ鎧のがね、高いね。やっぱり鎧なのかな。そして、前大使の鎧、上。こちらが、ま、先ほども言ったんですけど、呪文耐性をつけることによって、ああ、でも下がってたね。この間まで80何万だったよね、埋め尽くしが。それが114万9000ぐらいだね。で、何が上がったかって、この最大値ついてるやつね。
この間動画で紹介したよね。1400万だった。で、その時に1000万以下で買えてたって言ったのが、今やなんと2000万ゴールド。いやー、やばいねー。まあ、前対しで錬金なしのやつが290万と高くなってるからね。いや、これ呪文耐性埋めはあんまり美味しくなくなってきたな。やっぱ大成功3つつけないとちょっとあんまり美味しくないね。23ぐらいで見ると、あ、それでも580万なんだ。大成功2個と普通の1個つけるだけで580万。これ、めちゃくちゃうまいな。っていうような装備はぶっちゃけその強さにが来ないと、ちょっとね、構成とか職業が定着しないので、まだ不安定な商材なんで、ちょっとあんまりおすすめはできないんですが、まあ、鎧がちょっとね、おすすめだと思う。もしやるにしても。うん。まあ、なのでね、ちょっとね、商材。はい。フランソーのおかげで上がってるので、やってみてはいかがでしょうか。てなわけで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。